さあ、それでは戦国武将真田丸の続きやっていきます。さあ、今回は前後日追撃戦をやっていきましょう。キツツキ部隊との攻撃で形勢逆転した武田家、そして信玄と正行は上杉謙信を善光寺に追うと。さあ、難易度は2で勝利条件は上杉謙信の撃破、そして辰の刻から始まって24時間の制限時間と。時間は結構てかたっぷりあるね。このゲームは24時間が最大なのかな、それともやっぱり3日4日って話があるんでしょうか。あ、その場合は長期合戦って感じになるのかな。じゃあやっていきましょう。次の一手、次の一手は確か次の項目で見られるからやっていきましょう。とうとうあの操作キャラクターが2人になった。この戦場では正行と信玄の2人を操作できます。操作中は操作キャラクター切り替えで切り替えられます。なるほど。じゃあメインキャラクターはどうしようかな。親方様レベル高い、さすが親方様です。そして親方様は特殊技タイプと。うん、なるほど。じゃあやっぱり真田家の正行かな。メインは正行でやっていきましょう。すでに価値は見えておる。うん、っていうかもしかしたら信玄様選べないかも。さあ、というわけでサブキャラクターは武田信玄。楽させてもらうよ。うん、楽させましょう。さあ、次の一手、前後日追撃戦の次の一手は敵軍の移動速度低下、効果は敵軍の攻撃じゃない進軍速度を低下させる、そして戦場中央に架け橋、戦場に新しい橋を架ける。うん、武田義信を武田信門らで護衛、これ信門と読むらしいですね。効果、武田義信を武田信門と穴山さんに護衛させると。うん、なるほど。さあ、手柄、今回の手柄は敵二打兵を一度も撤退させずに撃破。うん、一度も撤退させずに、ちょっと気になる言葉だね。何回か出てくるってことなのか、いっぱい出てくるってことなのか。そして次は全ての敵武将を撃破、これは分かりやすいな。そして最後は武田義信を敗走させずに勝利と。うん、なるほど。これは突出したりしてなんかやらかしちゃう人なのかな。さあ、じゃあ身支度、とりあえず親方様の親方さんもしかして、あーやっぱり武器が素のままだ。これはちょっとあれじゃない、なんか格差が生まれちゃうっていうか、途中参加の武将は結構レベルが高くないときついかもね。うん、せめて攻撃速度とか攻撃威力がついてればな。まあしょうがないか。そして軍馬、親方様にもあげましょう。飛躍はこれは2人でセットなんですね。なるほど。というか未だにこれしかないんだけど、まあいいか。装飾品、これ重要だ。とりあえず攻撃力か体力、なんか攻撃力がないんだけど、でも親方様確か動きがちょっと遅いから不動もなかなかいいよね。攻撃を受けた時にのけぞりにくくなると、これ結構使えるはず。さあ、どっちがいいかな。結構序盤は敵の攻撃受けても よろけないから、多分体力でいいかな。うん、体力にしましょう。でも体力自体はレベルが高いから結構あるはずだよな。じゃあ何がいいだろう。連技増加、連技増加、これがいいかもな。攻守にわたって使える連技。うん、あの連技ゲージがあると敵の攻撃を受けた時に強制的に ステップできるっていう能力があるから、なんて言ったっけな、鋭技回避だったっけな、あれがあるから使っていきましょう。正行さんはなんだっけ、馬術か。なるほど、馬術があると移動速度も上がったりするんでしょうかね。俺は何がいいかな、結局連技増加が一番いいかな。でも今回無双技でやっつけろっていうのがないから、無双増加ではなくて連技増加にしましょう。戦国無双4の時もなんていうか、連技書みたいなさ、奥義書かなっていうのをアイテム使って連技ゲージをマックスにして敵をボコボコにするっていう戦法が強かったけど。じゃあプレイヤー情報、信玄様は特殊技タイプの攻撃アクション。さあ、通常攻撃は6段までいって、そして特殊技は R プラス四角で敵をつかみ上げて投げる、投げられた敵は気絶すると、うん、いわゆるジャイアントスウェイン。そして三角ボタンが自身の能力値を上昇させると、うん、結構この2つバランスよくていいよね。結構どっちも攻撃方法しかなくて、なんかどちらか片方でいいじゃんっていう武将もいるけど、この辺はさすが親方様って感じかな。あ、何か違った、信玄様アクションレベル3だって。へえ、そっか、このゲームってレベル上がるだけじゃアクションレベル上がらないんだっけ。そっか、早く道場欲しいな。正行まだまだじゃの。じゃあ次の一手は確認したから全部勝。敵の方は、上杉家のそうそうたる武将たち。
うん、柿崎さんはいないのかな、うん、まあいいや。信玄、そして吉信は、あ、結構近くにいるんだね。じゃあこれがどこかフラフラと歩いていっちゃうのかな。そして穴山様、うん、あと気になるところはどこかな。ナイキは、あ、主人公左の方なのか。あ、結構ばらけてるんですね。なるほど、信玄様が東から、そして正幸が西から行くと、うん、なるほど。じゃあやっていきましょう。大丈夫かな。 OK。 さあ、善光寺は今から朝を迎えてって感じかな。正幸、キツツキ部隊と合流しておくれ。わしも本隊を率いて進もう。承知しました。され親方様は我が軍の要、どうかご自重ください。おっと、まずは教会寺の会場。無茶はせんよ吉野部、本陣の守りは任せたよ。吉野部が本陣を守る。命に変えても本陣は守ります。うん、なるほど、これが途中で狙われるわけだ。さあ、ミッション、高坂さんと合流するため長尾さんらを撃破せよ。今やってる最中かな。高坂様らがおられるのはこの先だ。馬上から失礼。ようなところで手間取ってはおられぬ。まったくだ。急げ。なんて、キツツキ部隊を前進させよ、うん、撤退準備を開始。あー、そっか、逃がすわけにはいかないってことか。とりあえずここやっつけたからおそらく門が開くってことは、うん、よし、じゃあ操作キャラクター切り替えで、あ、信玄様結構ずいぶん前の方に出てらっしゃいますね。じゃあ切り替え、お、なんか操作キャラクター切り替えるときにちょっと暗転するようになった。お、あや御前、いきなり目の前にあや御前が、おー強い、でも全然減らない、さすが親方様。おー、かっこいい。つうか、すげえ、なんか炎が派手になってない、見えないんだけど。私が食い止めている間に撤退なさ。おなんかチャージニーがなんかすっきりするなってる。あや御前を撃破せよ。そして、正幸さんの方がちょっと手前の武将に襲いかかってるって感じかな。まず旗持ち兵をやっつけてくれないと。じゃあ方針設定しましょう。さあ、方針設定とかは戦国無双法でやったことがあるから多分大丈夫。任意状態、待機状態、うん、あれ、護衛ってのがなくなったんだ。なるほど、護衛結構ちょっと怪しいとこあったからなくなっちゃったのかな。それとも途中から解放されるんでしょうか。じゃあ旗持ち兵を狙いを定めていきましょう。任せておけ。よし、操作キャラの切り替え、うん、どうなんだろう。もう一回やってみようかな。オプションズボタンだよね。お、確かに一瞬で切り替わるんじゃなくて一瞬だけ暗転が入るようになったんだね。さあ、操作キャラクターの変更、ミッションは同時に複数発生することもあります。戦況に応じてキャラクターの切り替えを行い有利に進めましょう。なるほど、よし。王様が途中でやられたからチュートリアルめ。親方様が次の一手じゃい。今せっかく気絶したんだけど、お、出た、架け橋、あっという間ですね。来た、おお、戦場中央に架け橋を架ける。架け橋を架けるってちょっとよくわかんないな。架けを。高坂様、親方様は無事でございます。急ぎ前進し剣心を攻撃してください。うん、はい、わかった。中央の橋を渡り追撃してくれよ。お、あー、なるほど、これで敵の進軍っていうか追撃できるわけだ。お、バレてる。いや、本当は考えたら正幸なんじゃけどの。十分時は稼げましたが、剣心の手配りも終わったことでしょう。ああ、なるほど。おっと、強化エリアだと。あ、なるほど。じゃあ方針設定は確か十字キーの上でショートカットできる。さあ、そしてここで親方様に切り替えはオプション。そして旗持ち兵を狙う。承知。あっと、あ、違う、ちょっとまだ操作がおぼつかない。ほっ、おお、全然やってないじゃん。やっぱり自分で見てないと威力低いな。さあ、ちょっと後ろの方に敵が抜けちゃってるな。
えい、まずは水原さんをやっつけようと。よし、さすがの威力。あ、アイテム。資料の深いものの富士だね。お褒めいただき光栄です。強引に行っちゃおう。ここは撤退じゃ。二打の撤退を急がせろ。あ、二打出た。二打どこ出た。情報履歴、二打兵がどこから出た。左の方から右の方に逃げていこうっていう話かな。うん、兵糧を運び出すため退却地点移動開始と。じゃあ優先して狙いに行きましょう。まだ出てないか。じゃあここでいいや。おっと、よし、いいぞ、くらえ。おお、二打兵の退却地点到達を阻止せよ。うん、オッケー、いけるかな、行ってくれるはず。さあ捕まえて方針設定、操作してないキャラクターの行動方針を変更できます。任意は近くの敵を攻撃し待機はその場にとどまりますと。うん、護衛は本当になくなったっぽいな。敵などどうでもよい、急ぎ二打を運び出せ。よし、方針設定。あ、二打兵が出てきた。よし、じゃあ二打兵を設定してっていうか、これは自分でやった方が良さそうだな。よし、操作キャラ、おっと、次は行ってじゃい。親方さんはすっげえなんか美味しいとこ取ってくる。いてててててててた。さあ次の一手、敵をぬかるみに誘引、悪路により敵軍の移動速度が低下。おお、これは敵全体に効果があるってことかな。なんか味方の方もなんか青く光っててちょっと気になるんですけど。善光寺修練は先日の雨でぬかるみだらけ、ここへ逃がしたのも策のうちよ。おお、なんというさすが親方様。この辺しまった、いたいた、泥に足を取られて、これでは容易に追いつかれる。二打兵一落とさぬ一人だけか。策は止められぬ、二打頭を倒すべきだ。二打頭、ミッション、二打兵の出立を止めるため直江さんを撃破せよ。おお、この人をやっつけないとずっと出てくるってことか。あ、一度もってそういうことか。 なるほど。じゃあ馬上から失礼します。弱い、っていうか正幸が強い。おお、敵の物資の積み出しは防ぐ。すごい、チャージ4がさ、気絶攻撃なんかめっちゃ使える。マジか、馬上で戦う人だったか。よし、できた。さあこっちじゃ、あ、なにこいつ、挑発なんかしよって。働け、体勢を立て直しましょう。うん、硬くなるよ。 さあ綾子善と宇佐美さんが出現、剣心に合流するため善光寺へ戻ろうっていう話。綾子善らの善光寺前到達を阻止せよ。あ、結構近くにいる。これは正幸が勝手に狙ってくれてるから、こっち行こう。午前、また午前か。おお、ちょっと硬い。よし、演技回避。図に当たった。でい。相当するぞ。図に当たる。よーし、ゲット。おお、減る。あれ、でも気絶しない。なんで？午前、失礼いたす。あ、違う、お前じゃない。お、いいぞ、巻き込んでる。でいい。やったぜ。侵略すること火のごとし。よー、さすが、さすが親方様。さあ切り替えて。あれ、なんか出たぞ。上杉奇襲部隊が武田本陣周囲に出現。あー、そっかそっか、そんなのあったね。これは戻んないとダメかな。じゃあ方針設定、信玄は、あ、これあれか、任意設定で味方設定できるかな。あ、オッケー、これで、うん、なんて、承知、うん、これで護衛してくれるってことなんだ。ああ、なるほど、これで護衛っていう項目がなくなったんだね。あ、護衛ってそもそもあれか、あの味方の近くに行くっていう設定だったか。ああ、あれがなくなったんだ。うん、なるほど、そうだったよね、確かね。今までちょっと勘違いしてたけど、護衛はプレイヤー同士が近くに行くっていう設定だったっけ。あ、わかりました。さあここから、中の武田軍は戦線が伸びきっており、本陣を吸収し天心砲の退却を助けよう。させるか、父上に代わって本陣は守り通してみせる。おお、やる気。さあボーナスミッション、吉信の護衛のため柿崎さんらを撃破せよ。柿崎さん出てきた。
これは結構大変そうかな。いや、ここは親方様にお任せしましょう。剣士、笛を潜ませておったか。忍ぶには荷が重いやもしれん。うん、無働きなど自慢にならん。さあ次の一手、ようやく私の出番だ。吉信をドブカドラで護衛。ノブカド、吉信の面倒を見てやっておくれ。さあ次の一手、武田ノブカドラが武田本陣へ進軍開始。吉信の防御力が上昇と。おお、いいぞ。そしてここで切り替えればいいかな。おっ、守りを。そして方針設定、この場合はうん、その近くの相手をしておいてくれよ。固められたか。さあ来たか。おお、どんどん来てるね。これでは奇襲の意味がない。おお、ざまあ、さすが、さすが親方様もうほとんど親方様ってからじゃん。え、まだまだ頑張ってますけど待ちわびてるとこ申し訳ないんだけど、もうちょっとこっち守りますんで。よーし、硬くなろうかね。でい炎が激しすぎてさ、見えないんだけど。さあ柿崎さん、柿崎さんは盾でやっつけたい。あれ、なんかちょっとこのゲームなんか微妙にた、あの高さに弱いのかな。くれ、来い。来ないか、しょうがない。敵将打ち取ったよ。うん、階段で戦うと盾が出づらいとか、なんかなんかちょっと昔のゲームっぽいね。よし、さあ今度こそいける。あんまり吹き飛んでないのがちょっと気になるけど、まあいいや。さあ行くよ。お、ちょっとなんか敵硬いな。アーマーチがあるんだね。さすがでございます。でーい、結構減るこれ。さあもう一回ガード不能。やっぱ強いなこれ。さあいい感じ。これは見事なお手並み。ちゃんと吉信が硬くなってる。よく持ちこたえたね。偉いぞ。わし一人で十分だったものを。なんか生意気言ってる。さあ総大将の上杉謙信を撃破せよと。でもその前にまずは全武将を撃破していきましょう。敵の武将の位置はどこだ。ここか。なんかちょっと場所変わった。謙信、梶さん、荒川さん、安田さん、うん、全部真ん中にいるね。よし、じゃあ切り替えちょうこね。さあ寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。おっと、あ、敵の攻撃判定でかい。ちょっと意外。ほいや。おっ、何硬いだと。ここは無双極意じゃい。あれ、どこ行った。お、一撃でやっつけた。すごい、あっという間だな。敵将打ち取って。お、あ、ちゃんと連続撃ってできるんだ。あれマジで今までちょっと分かってなかったけど、ゲージ使っちゃってるのかな。どうなんだろう。もう一回やってみたい。資料の深いものの藤だね。あはー、ありがたきお言葉。でもちょっと敵が少なくなっちゃったかな。お、尻もついてる。解釈してやる。あ、こいつ生意気。おお、ちょっとなんか最近なんか雑魚の皆さん結構やる気なんじゃないの。どいや。さあ営業連続。あれ、営業できないぞ。え、どうしてさっきできたんだ。わからん。シリアの深いものの藤だね。あ、わかったわかった。これレベル2にならないといけないんじゃない。ほら、あー、なるほど。これ無双極意中のランクでできる行動が変わってくるんだ。あー、そういうことか。あ、そっかそっかの親方様、あれだ、あの方針設定しないと解除しないといけないんだ。あー、なるほどね。さあ行きましょう。じゃあ一足お先に行きます。おー、怖い。
さあ行くよ。でい、おっと。見せてもらった。次は武で勝負になる。過分な期待は勘弁願いたい。なるほど。正幸さんもね、さすがに軍神相手だからね。おお、でもさすがにちょっと硬さはなくなってるかな。来た。今、おお、まだ出る。あれ、なんだろう、なんか待ってれば出るんだけど。おっ、おお、ぶね、シャキン。よし。おお、まあまあかな。おっと、信玄様が来たから切り替えよう。やれやれ、おこと、わしを待っておったね。若武者の働きは心地よいが、決着は余人を交えるのだ。よかろう。では続きと参ろうか。さあ、そういうわけでその余人を交えながら戦いましょう。これが戦争試合でい。正幸一緒にやっちゃおうかね。違うが、うん、うん、おいや、よし来た。正幸、おい。おお、あ、ちょっと正幸。正幸、それはないんじゃないかね。おお、すげえ、かっこいい。おお。どうにか勝ったね。正幸、見事な初陣じゃったよ。まだ初陣なんだ。は、恐れ入ります。うん。しかし合体無双でさ、正幸が運んでっちゃうのはどうにかならなかったの。このゲームって、あの合体無双とかもさ、あの多分あの設定できるんだろうけど、あのなんていうのかな、あの専用の無双技を出すってことは分かるんだけど、ああやって運んでいかれちゃうと困るよね。この場合はどうなんだろう。1人2人で1つの武将を攻撃したい時もあれば、いろんな範囲の敵を攻撃したいっていう場合もあるっちゃあるんだろうけど、ちょっと気になるな。あの移動速度とか合わせられなかったのかねっていうところはちょっとありますね。さあ、じゃあ、ミッション結果、これは全部できましたね。うん。吉野部さんはなんかちょっと、なんか、守られてちょっと不満タラタラだったけど、あのまま放っておくときっと負けちゃったんでしょうね。さあ、基本戦票は SSS のオール S。おお、素晴らしいじゃないですか。クリア時間はわずか10分。そして敵武将は22体撃破。被ダメージか、これ気をつけておかないとな。結構、あの、遊んでると、ダメージ受けちゃうけど、これ最終的な体力が表示されるんだったらクリア直前におにぎりとか取りたいよね。うん。さあ、手柄、二打兵を一度も撤退させずに撃破、 OK。 そして敵武将の撃破、うん。そして慶喜を敗走させずに勝利、うん。結構六門戦たまるな。さあ、そして成長確認、おこれは六門戦機が微妙に D から C に行ってない、どうなんでしょう。これは炭鉱とかでいけるんだっけ、勝手に連動上がるんだっけ。まあ微妙にいってないってことだけは分かる。そして親方様はやっぱり強かった。うん。てかジャイアントスイングの威力半端ないね。無理やりあのガードこじ開けられるし、しかもちょっと気絶してるところはなかったけど、普通の敵だったら、いや普通の敵だったら一発でやっつけちゃうか。うん。その辺をまた確認していきましょう。はい、更新されたのは馬術、うん、なかなか強いのが出てこないな。えいえいおえいえいお、うん、昔のさ勝ち時ってみんなえいえいおだったのかな。結構あの国とかによって違うのかね。自動再生、ええ今頃みんなよくやってくれたね。この勝利が我らの王道を推し進めてくれるよ。正幸、おことの活躍も実に見事。おかげで命拾いしたよ。恐れ入ります。おことも疲れておろう。今宵はゆっくり休むがよい。はは。さあ、長期合戦川中島の戦いを戦い抜きました。結果を報告しましょうと。うん。
これほどの犠牲が戦とはそうしたものと知っていたつもりではあったが、うん、何を戸惑う、これこそが乱世の習い、我らは勝利した、そのことをこそ喜ぶべきだと、うん、なるほど。しかしようやく初陣が終わったか。あと結構味方に犠牲が出ちゃって、正幸さんはちょっと不満っぽいね。さあというわけで、お、今気づいたら昼間の真田の本庁、真田本庄は初めて見るな。結構雰囲気変わって見えますね。おお、結構いい感じじゃない？いかにも秋って感じで。おこれは正幸様。うん、苦しゅうない。まだちょっと地面濡れたままだね。おお、あ、確かにちょっと見た感じは綺麗だけど腕とか組んじゃって、うん。さあ、じゃあ兄上、マサテル兄者、戦場にいましたっけ？ええ、正幸、無事初陣を果たすことができたな。見事な活躍、兄として誇りに思うぞ。うん、ありがとうございます。さあ、上杉謙信でも親方様を止めることなどできぬ。親方様は天下へと、邁進されるであろうな。真田もこたびの活躍でより名声を得て、立場もより良いものとなろう。うん、立場に見合った働きを心がけ、武田家を支えてまいりましょう。うん、ちょっといまいちなんかテンションの上がらない正幸さん。うん、惜しい人を亡くした勘助さん。正幸、初陣での活躍見事、されど犠牲の大きい戦でもあった。さすが兄者の兄者、喜んでばかりはいられるな。その通りです。特に親方様の弟君信重様の死は大いに嘆くべきことだ。あー、いたいた、そういえば、てかかなり重要人物じゃん。弟様、このような戦はもう願い下げだな。やはり上杉軍は強かった。うん、異常ありません。あー、なるほど。さあ、じゃあ鍛冶屋寄っていこうかな。これ親方様の方も鍛えられるのかな。良い武器は良い品が入っております。お、できるできる。ってことはこれ、そのうちここに武将がずらーっと並ぶことになるのかな。さあ、じゃあ、あ、そっか、これお金だけじゃなくて素材が必要なんだっけ。全然素材が足りない。マジか。これあれか、全員分の強化素材ゲットしようと思ったらかなり辛いな。うん、基本的にはやっぱり真田ゆかりの人の武器を鍛えるべきなんだろうけど。なるほど、一回素材に戻して移し替えるっていう、そういうプレイも重要かもね。その分金がかかっちゃうか。なるほど、この辺は大変だな。ってことは素材集めに奔走しなきゃいけないわけだ。わかりました、技能解体はしないでおきましょう。あれ、武器購入ってあったけど、これは武器の購入なってできないよな。うん、まあいいや。異常ありません。さあ、矢沢さん、おじ上、良きかな。良きかな。先の戦での勝利、誠に喜ばしい。うん、とても喜ばしいことと思います。一応話を合わせていく。なんじゃ、こんな時まで落ち着いたものじゃな。武田の天下ももう目前じゃというのに。気が早すぎますよ、おじ上。全てが順調に進むとは限りません。あ、確かにそうだよね。武田家にとってはこれから最大の不幸があるはずだからね。うん、さてと、何？茶屋の娘、なんかわかんない変なモブキャラが出てきたぞ。しかもなんかめっちゃ不遜な態度取ってる。こら、俺は正幸だぞ。ん？私、父が残したこのお店を継ぐんです。今はまだ準備中だけど、きっと来てくださいね。うん、なんかめっちゃ快活でいいですね。あ、父が残したってそういうことか。さっきの戦いで、あー、これはお悔やみ申し上げる。なるほど、これでけなげにこんな元気な姿を。うん、じゃあ茶屋が開いたらぜひ遊びに行きましょう。ナイキ、お前さ、立ち姿が微妙になんかちょっと不審者っぽいよ。なんとかならない？まあいいや、いつでもあれでしょ、戦闘態勢に入れるようになってんでしょ。さすがです、若。素晴らしい。初陣でのご活躍、お見事にございます。このナイキもとても誇らしく感じており。おお、なんかお前この村娘、お前さ、侍同士が話してる間に割ってスルーしていくとか、お前内首もんだぜ。大丈夫か、あれ。しかもめっちゃ変なとこ行ってる、あの態度。このゲームに出てくる NPC めっちゃあれフリー
内気喜んでいる場合ではない。多数の犠牲が出たのだ。怒れる成果ではなかろう。あれだけのご活躍にもかかわらず怒らない精神、さすがにございますぞ若。もう少し視野を広く持て内気。たしなめられた。内気はでもこういうキャラクターがいるとなんかこう憎めなくて愛着湧きますよね。でもこの内気さんさ、ちょっとあの説明すらもさ、おっちょこちょいなのがたまに傷だかみたいな、なんかこう、あれこれもしかして実在しない人とかじゃないよね。どうなんだろう、なんか活躍系の話が全く書かれてないことに今気づいたんだけど、内気さん実在するのかしないのか私は歴史に疎いから何とも言えないけど、こんなになんか活躍の話とか何聞い出ていたとか書かれてない人も珍しいのでは。マサユキ様、今更かよ。次の出陣は、戦終わったばかりだからちょっと安心せえ。お、土屋さん、土屋さんだったっけ、読めばいいか。正嗣、違う、間違えた。おう正幸、なんとか無事に戻ってきたぞ。お前に言いたいこともあったしな。おう、結構なんか軽い感じ。友達、土屋正嗣さん、正幸と同じく、いや読めないんだけどこれ、近江って読み方もちょっとおかしいかなって気がするけど、読めないしな。近江習いかな。六人衆の一人、思慮深く他人を思いやれる人柄を信玄に気に入られ、なんとか人として使える。これ読み方わからん、すいません、教養がない。同僚である正幸とは気やすい間柄で軽口を叩き合うような仲である。同じく武田家に使える弟がいて、武勇に優る弟をとても誇りに思っている。お、誇りに思ってる、なかなかいいあんちゃんじゃないか。なるほど、土屋さんね。あの時は慌ただしくきちんと礼をできなかった。海津城物資輸送の手伝い感謝する。ちゃんと礼の言える人、私もまた務めを果たしたまでだ。お前が戻ってよかった。おお、さすが。なんかちょっと左側が気になるんだけど、なんかアイテムめいたものがキラキラ光ってるけどいけない、なんで。ここはもしかしてあれか、真田の里とつながってて向こうの素材が見えてるってこと。どうなんでしょう、ありえるか。それか、なんかそのうちここがなんかいかにもここせき止められてるから、これがなくなるのかもしれないね。弓矢とかってこんな感じで立てかけてあったんですかね。それにしてももうちょっと束ねて置いとけばいいのに、結構バラバラに置いてありますね。一本一本取れた方がいいのかな、わからん、輸送の仕組みがわからんからな。さあそんな感じで、次、お、稽古頭、とうとう稽古できる。稽古がない日は眠いな。稽古しなさいよ。若様、今度稽古をつけてください。いや、お前稽古頭やろ。それだけ、なんだ、稽古できないんだ、なんだ、がっかり。稽古じゃなくてあれか、道場とかだったっけ。ちょっと勘違いしたかな。お、兵糧って書いてある。おお、火器厳禁的な、根性そして気合。夜の間は気づかなかったけどこんなこと書かれてたんですね。これって主観視点になれないのかな。なれないっぽいな、残念だな。お、ちゃんとこうしてみると木々がざわめいてる。忙しい。やっぱりグラフィックはかなり強化されてますね。その回ちょっと重いけど、忙しいってお前さっきからすごく忙しくなさそうな態度取ってますけど。あの村娘めっちゃ気になる。まあいいや、親方様じゃなくて親父に報告しに行きましょう。不穏な気配よ。いかがされました。いや、武田家内部で不穏な話があってな。親方様の嫡男であられる慶喜様が先の戦での扱いを不満に思っているという噂がある。確かにちょっと不満漏らしてたよね、俺一人でやれたのにみたいな。まだまだ青っちょろいところがあるみたいだけど、さあ慶喜様、和社情報じゃなくて用語。ちゃんとなんかまだ調べてないところを先に出してくれるんだ、なんか気が利いてる。武田信玄の長男、今川義元の娘を正室としているため、武田と今川の友好関係の象徴とも言える。今川家って結構余命出してるんですね。確かほら、名前ど忘れした、ほらかトラトラトラとか言っちゃってる。違う、獅子だ、獅子。すげえ、こんな重要なのど忘れするなんて。ちょっと待って、今思い出すから、今脳にいいことしてるから。これはさすがになんかバカすぎるんで、あれ、
思い出した、北条だ北条。ちょっと思い出すの遅すぎないか。北条家といったら結構ね重要なパーソンですよ。さあようやく思い出しました。武田と北条と今川は仲がいいって設定なんだよね。さあ何役は武田家臣の信虎政で、何役、あこれつながりを持たせた人ってことだね。おぶさんといえば俺にちょっとなんか威圧的な態度を取ってきた人。さあ信じゃないや信玄同様虎政のことを信頼している。うん、信玄の嫡男としての誇りがあり実力もあるため高い吟醸も持つと。ああなるほど、それでちょっとさっきは不満だったんだね。弟の勝頼との仲は良く、優しすぎる弟に対し心配する兄心を持っていると。ああなんだ、結構いい兄貴じゃないか。結構このゲームに出てくる互いのなんか家族同士のつながりって結構固いんですね。うん、あくまで噂だが正幸、この件については他言無用じゃ。うん、噂は噂だからね。さあ長期合戦川中島の戦いは終了。お、獲得真田の勲功が2万ポイント、真田の勲功を獲得しました。獲得した勲功は全員の成果です。道場で武将訓練をすることで特定のキャラクターに振り分けることができます。ああ勲功ってまんま経験値のことなんだ。それを他の武将に あげることができるってこと。ああじゃあ途中参加の武将もすぐ強くできるってことか。あいいですね。なるほど、これだったらお気に入りのキャラクターで勲功を立てて他のキャラクターに渡すってこともできるのかな。これはストーリーだけかな。うん、あれ話変わらん。それはさてじゃあどうしよう。あ勝頼様、うん、みんな無事で戻ってくれ。あまだ戦いから戻ってきてない人がいるってことなんだ。うん、ちょっと逆光なんでこちらの方で失礼します。うん、正幸。正幸戻ったか。よくぞ無事で。勝頼様、ただいま戻りました。大層な激戦だったと聞く。まさか信重叔父上や勘助まで。はい、だがお前の働きで父上の危機も避けられたそうだな。お前の読み通り霧が出たそうだが、それもお前の手配りで。正幸、多くの犠牲を見てきたのだな。さような時に先行など褒められても嬉しくあるまい。許せ。滅相もありません。それこそモノノフの本懐であるはず。正幸、この犠牲もまた親方様の王道の礎なれば我らは一層。無理をするな正幸。は？人が死んで悲しいのは当たり前だ。勝頼様、戦が続く限りこのような悲しみは絶えぬ。父上には一日も早く天下を取っていただかねばな。はい。そうして大切な友が帰ってきて嬉しいのもまた当たり前だ。本当によく戻ってくれた正幸。勝頼様、うん、勝頼様結構イケてるな。なんかちょっと頼りないところがあったけど。正幸が華々しい初陣の戦果を挙げた数年後、正幸には二人の息子が誕生した。時が経つのは早い。我が子か。小さいものだな。そしてなんと私がこの手で守って行かねばならぬ命だ。たとえこの身に変えても。これちょっと怖いパパ。そうだな、命を捨てて何を守れるものか。すや
私はこの乱世を。生き抜いてみせる。第2章、盟友。正幸の初陣から8年、武田、北条、今川、この3つの大名家の間には同盟関係が結ばれていた。しかし桶狭間の戦いで今川家が織田家に大敗。それが三国の関係にも暗い影を落とす。折しも武田家では今川派であった信玄の嫡男義信が謀反の疑いで幽閉され、間もなく命を落とす事件が発生。対今川の姿勢をめぐり武田家中は揺れていた。さて、結構いろんなことがいきなりありましたね。あれから8年、かなり時間を経ってしまったけど、そしていつの間にか正幸さんに息子ができていて、あの二人が信行と雪村になると。あと勝頼様、勝頼はね、今までの戦国無双シリーズじゃちょっと頼りない跡取りって感じだったんだけど、今回は結構気さくで優しい感じで、つうか普通にイケメンですね。そんな感じで、あとは義信様が謀反の疑いをかけられた上に死んでしまわれたと。これは結構激動だね。そして今川家が倒れかけていると、そういう状態か。さあ、城下が今川攻めの噂で騒がしいな、兄上に確かめてみるかと。さあ、駿河や遠江を治める大名家、現当主は今川氏政である。足利将軍家の親族であり、宗家の相続権を持つ名門と。うん、さすが。武田家、北条家と三国同盟を結び、氏政の父義元の時代には最盛期を誇ったが、義元が桶狭間の戦いで信長に討たれるとたちまち凋落。従属していた徳川家康に離反され、三河の支配権も失ったと。ああボロボロ。このことから武田との関係も微妙となるが、北条とは固いつながりを保持していると。うん、なるほどね。今川がかなりやばい状況に置かれているってことは分かった。確かにね、今川義元が信長なんぞにっていうのはかなりというか、相当歴史が動く大事件だったんでしょうね。さあ、そんな感じで、残念ながら今はちょっと傾きかけてるみたいだけど、北条さんとはまだ仲が良いと。さすが、あの北条の人が、なんだっけ、妹さんを嫁にもらってるんだっけ。なかなかそういう政略結婚やってるんですね。さあ、そして時期が8年後の冬って感じかな、になりましたね。おお、青空が寒々しくてすっきりしてるね。さあ、そんな感じでここで一旦区切っておこうかな。いや、結構やっぱり戦国時代の話とか三国志もそうだけど、あっという間に時間が経っちゃうから、その辺はなんかちょっとついていけないって感じもするけど、それもまた魅力かな。おお、さあそんな感じで、じゃあ今回はこれまでにしておきましょう。さあ、義信様がいなくなってこれからどうなっていくのか楽しみです。ではまた次回よろしくお願いします。